明徳の乱、明徳の乱は、南北朝時代、室町時代の元中8年、明徳2年、1391年に、山名氏清、山名光行ら山名氏が、室町幕府に対して起こした反乱である。内野合戦とも呼ばれる。山名氏は、日田氏の一族であったが、山名時氏の時に、鎌倉幕府に対する、足利高氏の兵に従い、南北朝時代の乱でも、 足利氏に味方して功があった。関能の上乱では、高氏の弟、足利忠義に加担して戦い、忠義の死後は幕府に帰参するが、再び背いて南朝に降って一時は、京都を占領する勢いを示した。その後は、忠義の養子忠富を助けて、戦い山陰地方に大きな勢力を張り、二大将軍、足利義明の時代に切り取った両国の安堵を条件に、 室町幕府に基準。時給寺は、稲葉、宝器、丹波、丹後、未正かの五カ国の死後となった。時給寺の死後も、山梨は両国を拡大する。僧侶を継いだ長男の死には、丹後、宝器、次男の義理は、伊三男の死封は稲葉、四男の宇治木与は、丹波、山城、泉、五男の時には、未正か、田島、貧後の死後となった。 市議の三男の三幸は新たに、針間の守護職も得ている。全国六十六カ国、正確には六十八カ国だが、一、道の区、ではは、守護不設置なので除く、二、島扱いなので津島、壱を除く、三、京島、遠藤扱いの沖と、あまりにも領土が狭いため伊勢守護が、室町時代を通じて、県民の俗領扱いの島を除いたた、 通称全国六十六カ国にしたとの三説ありの、うち十一カ国で、山梨が守護領国となり、六分一伝と呼ばれた。室町幕府の将軍は守護大名の連合の上に成り立っており、その権力は弱体なものであった。将兵平十四年、王安二年、三百六十九年に三大将軍に就任した足利義満は将軍権力の強化を図った。 天竺五年、攻略元年、1379年、攻略の政変により、幕府の実権を握っていた官僚、細川頼之が失脚、柴義之が官僚に就任する。義光は、細川氏と柴氏の対立を利用して、権力を掌握。直轄軍である方向集を増強するなどして、着実に将軍の権力を強化した。これに加えて、義光は、 勢力が強すぎて統制が困難な、有力守護大名の弱体化を図る。元中四年、下京元年、1387年、幕府創業の更新であり、美野、尾張、伊勢三カ国の守護である、時寄安が死去した。老井の安行が後を継いだが、吉光は、時氏一族が分裂するように仕向けて挑発して、安行を挙兵に追い込み、皇后元年、元中六年、 1389年に義光は、安幸罰の命を下して、翌明徳元年、元中7年、1390年に、これを下した、時安幸の乱。安幸は両国をすべて取り上げられ、安幸の弟三つ貞が終わりを領有。時氏の総領は、叔父のよりただに移ったが、身の一国の領有しか許されなかった。義光の次の狙いは11カ国を領する。 山梨であった。三名神には、天寿二年、栄和二年、千三百七十六年に死去し、四人の息子義行、死の木博氏、光行は若年であったため、中継ぎとして、末帝の時義が総領となった。これに対して、宇治清とその婿の光行が不満を示す。元中六年、高王元年に次義が死去、総領と、田島、貧後は、次義の息子時博が、 後期は、辞儀の養子になっていた、時広の義兄帝の子これに与えられた。しかし、病弱だった、義行の大官として幕府に出資していた三行は、自分が無視されたとして、この件でも不満を増大させていった、義行は、永徳元年、甲和元年、1381年に病を理由に、丹後、出雲、沖守を辞任、三行が三加国を継承した。また、 家臣団も、時氏以前からの東国出身の不大家臣、市議が佐々木氏、京国氏に追われた後も彼に随従したことから、徴用された出雲出身の家臣、支配地域で新たに登用された家臣に分かれて、そうになり、それが、主海地族の内紛に拍車をかけた。明徳元年、元中七年三月、義光は、自議が、生前将軍に対して不尊であり、 時広としこれにも不尊な態度が目立つとして、宇治清と光つに討伐を命じた。時広としは挙兵して戦うが、宇治清が時広の本拠田島、光つがしこれの本拠放棄を攻め、翌元中8年、明徳2年、1391年に二人は敗れて没落した。先行として、宇治清には田島と山城、光つには放棄の守護職が新たに与えられた。 リンゴも、光幸の兄岐広氏が継承したが、同年に、細川頼幸に交代させられた。山梨を分裂させて時広としこれを追放したが、氏治清と光幸の勢力が強まってしまった。義光は、今度は氏治清と光幸に対して、巧妙な挑発を行っていく。現中8年、明徳2年、1391年、逃亡していた時広としこれが京都に戻って、 清水寺の辺りに潜伏して、吉光に斜面を嘆願。吉光がこれを許そうとしているとの噂が広まった。宇治清は不安になり、同年10月の吉光を招いての宇治のもみち狩りを直前になって、病を理由に中止してしまい、吉光の不況を買う。3月に、柴吉行が官僚を罷免され、公認の官僚に頼行の弟,弟で養子の頼元が就任。 四国に筆足していた頼り行が斜面され上落したことと、政変に参加していた時氏が、勢力削減されたことから吉光は芝派の打倒も、図ったと推測されている。その一方で、山梨の内紛は、関能の上乱において時氏と、市議が一時的に対立して、以来の長期にわたる構造的な問題であること、時広としこれが討伐された後に、 富士清が山城守護に認じられた理由が説できないことから、足利義満による守護大名家総領への権力集中を回避する政策があったとしても、山梨そのものに対する一族への分裂策や、挑発が実際にあったかどうかは不明で、むしろ山梨の内紛の深刻化に、乱の原因を求めるべきであるとする考え方もある。同年11月、光幸の文国出雲において、 ご遠友上皇の御両である戦闘領横田僧を横領して、ご教書にも従わなかったとの理由で、三行は、出雲守護職を剥奪され、京都から追放されてしまった。戦闘領の保護はかつて王安王法によって、規定されたもので、同法の施行時には、守護や守護代が招集されて、当時幼少であった、将軍義光及び官僚。 細川頼幸から直々に順守を命じられた経緯がある地政策の基本法令であった。当時、幕府による守護統制は重要な課題となっており、幕府にとって重要法令といえる王安王法を無視した守護、光行に対して解任という厳しい処分を下すことで、他の守護に対しても警告を示すという側面もあった。怒った光行は、 衆都の宇治清の文国泉の境へ赴いて、昨今の将軍のやり方は、山梨を滅ぼすつもりであると挙兵を説いた。宇治清もこれに同意して一挙に京へ攻め上ることを決意する。三行を文国丹波へ帰国させて、丹波路から京へ攻め寄せる準備をさせ、宇治清は、境に兵を集めるとともに、兄で、義理主語の義理を訪ねて、挙兵を説いた。義理は躊躇するが、 ついに同意した。宇治清は、大義名分を得るために南朝に降り、二式のお旗を貸しされる。幕府に、宇治清、三行無本の方が十二月十九日に丹後と河内の大官より伝えられた。幕府重臣らは、半信半疑であったが宇治清の老いの宇治家、稲葉守護、四府の子が、一族と合流すべく京都を退去するに及んで、中は、大騒ぎになり、重臣たちも、 山梨の無本を悟る。12月25日、吉光は軍表情を開き、重心の間では和解論も出た。宇治清と光行を挑発して、挙兵に追い込んだ吉光だが、必勝を確信していたわけではなかった。山梨の勢力は強大であり、時給時の時代には山梨の軍勢によって二度も京都を占領されているからである。義光は和解論を尻け、 当家の運と三名家の運とを天の将乱に任すべしと述べて決戦をめる。幕府軍は帝へ進行する三名軍を迎え撃つべく主力五千基を旧平安系の大代理である内野に置き、吉光と馬回り、方向衆五千基は堀川の一式帝で待機した。一式氏は若狭国の守護であったが、前任守護の芝氏の時代にオバマなど、 若狭国の主要部を占める今富永恩賞として、山梨に与えられたために守護領のほとんどが失われて、以来、歴代の若狭守護は、両国経営の基盤を持てずに苦しんでおり、山梨に対する強い反感を持っていた。三名軍は、決戦を十二月二十七日と定めて、宇治清の軍勢三千0は、堺から、三行の軍勢二千0は、丹波から京都へ進軍した。 丹波を進む三幸の軍勢は二十六日には、内野から三里の峰の道に婦人する。しかし、宇治清は、河内守護大湯座国長に阻まれて到着が、遅れてしまい、軍勢の中からは脱落して幕府方に降参する。ものも出始める。十二月二十九日夜、到着が遅れた宇治清の軍勢は、淀の中島にいたり三体に分かれて刑に進撃。 三行の軍勢は二手に分かれて刑に攻めかけた。安屋の進軍のため各隊の連携は乱れがちで、格好に刑へ突入することなった。12月30日早朝、宇治清の弟山名義数、小林上の守るの700機が二条を大宮に攻め寄せて、大内義弘の300機と激突して合戦が始まった。大内勢は下馬ばして、雨のように矢を追いかけた。乱戦となり、 劣勢となった、山名義数、小林上野守は、内死にに覚悟で突撃。義弘は、上野守と一気打ちをして負傷しながらもこれを、打ち取った。義数も内死に、三名軍は、初戦で敗れてしまう。義光は、義弘の武勇を称して立ちを与えた。ついで、三行の軍勢二戦機が内野へ突入した。守る、幕府軍は、細川頼行。 よりもと兄弟、畠山も特に、京国高戦の三千騎で激戦となるが、吉光の馬回り五千騎が導入されて勝敗は、決した。敗れた三行は、丹波へ落ちた。宇治清の軍勢二千騎は二手に分かれて突入。大内義弘、赤松義則の軍勢と衝突する。宇治清は奮戦して、大内、赤松の軍勢を撃退。 幕府に帰参していた山名時弘が五十機を率いて参戦し、八機に打ち減らされるまで戦い抜いた。劣勢になった大内赤松は義光に援軍を要請。一式使と柴吉重の軍勢が加勢して、幕府軍は盛り返す。宇治清の軍勢は浮足立ち、義光自らが馬回りと共に出馬するに及び改装した。宇治清は、 落ち伸びようとするが、一式勢に取り囲まれて、一式戦犯、万犯不死に打ち取られた。こうして、一日の合戦で、山梨は敗れ去った。幕府軍の死者は二百六十人余り、三名軍の死者は八百七十九人であった。明徳三年、元中九年、三百九十二年正月、論行交渉が行われ、山城は、畑山も特に、丹波は、 細川頼元、丹後は、一式三則、父の半戦は、若狭国今と皆を与えられて、若狭守護領を回復する、三正は、赤松義則、泉、紀伊は、大内義弘、田島は、山名時弘、稲葉は、三名宇治反乱に加わったが、降伏して許された、後期は、山梨の、沖、出雲は、京国高専にそれぞれ与えられた。 十一カ国の守護領国を誇った山梨はわずか三、カ国に減らされてしまった。また、吉光が増強していた直轄軍の馬回り、奉公衆はこの戦いで大いに働き、将軍権力の力を示した。同年二月、三名義理は、紀伊で大内義弘に攻められて没落。王栄二年、1395年、停発して、 そうになり九州の筑島まで落ち延びていた、光行も捕らえられて、京都で切られた。その後も義満は、明徳の和訳で、南北朝方一を成し遂げ、王永六年、1399年、大内義弘を挑発して拒兵させて滅ぼし、王永の乱、将軍権力を固めてゆく。一方、山梨はこの乱では、幕府方として活躍し、その先行により、 大内氏を牽制する意図を含めて、山名時博に、貧乏、山名光氏に、秋、山名尻に、岩見が与えられた。満氏、地理兄弟は、宇治清の意地であったが、時博にかくまわれて、その後、社名を受けていたのである。乱の様子を詳細に記した、名徳記は、太平記の流れを組む軍記物語で、著者不明で前冠、全三巻。同書は、資料性は高いものの、 幕府寄りの視点で書かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。